エレベーターロビークリスタルエレベーターシースルー。エレベーターエレベーターは、人や荷物を乗せて垂直、または斜め、水平に移動させる装置である。日本語では、昇降機とも言う。工学の分野などでは、最後の超音を省略するルールによって、エレベーターとも表記する。日本では、人が乗れない小荷物専用のものは、リフトかエレベーターと呼ぶことが多い。 建築基準法では小荷物専用昇降機と記されている。エレベーターはすでに期限前から存在し、古代ギリシアのアルキメデスがロープと滑車で操作するものを開発していた。ローマ時代に入ると、ローマ皇帝ネロは、宮殿内に設置した人力エレベーターを使用していた。他、コロッセオには剣闘士と戦う猛獣を、闘技場のあるフロアまで運ぶ人力エレベーターが用意。 されていた。中世ヨーロッパでも滑車を用いた巻紙機があり、一部で利用されていた。17世紀に入ると釣り合いおもりを用いたものが発明された。今日でもこれらに連なる舞台用の人力破様は現役で使われている。19世紀初頭には水圧を利用したエレベーターがヨーロッパに登場し、工場などで実際に使用された。また1835年に、 蒸気機関を動力として利用したものが現れた。動力式エレベーターは最初にイングランドで導入され、1840年代にはアメリカの工場やホテルでも導入が広がった。ただし、水力や蒸気機関を用いたエレベーターは非常に速度が低く安全性にも問題があった。これに解決の糸口を与えたのはアメリカのエリシャオーチスである。彼は 1853年のニューヨーク万国博覧会にて逆転と目ハ型による落下防止装置を取り付けた蒸気エレベーターを発表した。エレベーターという名称もこの時オーチスによって命名された。オーチスは来場客の面前で釣り上げたエレベーターの綱を切ってみせ、その安全性をアピールした。このエレベーターはニューヨーク随将軍に設置されていた。 水力式や蒸気機関式は冬季に水が凍結すると運行に支障が出た。1882年最初の電動式エレベーターがニューイングランドの面工場に設置されるとその後1889年頃より高速運転可能な装置が考案され電気の供給安定とともにエレベーターの動力源として電動式が主流となった。電動式エレベーターは 制御機構の高度化と建物内の高速な垂直方向の流通アクセス性の向上により超高層建築物の建設に追い風をもたらした。1880年代以降はアメリカ合衆国のシカゴとニューヨークで高層ビルの建築競争が始まる。特に1920年代にはニューヨーク市マンハッタン地区ではクライスラービルディングが高層ビルとして初めて エッフェル塔の高さを上回るほどとなり、世界一のビルの高さを競う新築超高層ビルの建設ラッシュが起き、この動きは後に世界的に広がった。なお、1890年11月10日に東京、浅草の展望台、両雲閣に日本初の電動式エレベーターが設置されたことにちなみ、日本エレベーター協会は11月10日をエレベーターの日としている。 ただこの国産エレベーターは安全性に問題があるという理由で約半年後に当時の警視庁から運転が差し止められてしまった。日本で現存最古のエレベーターは10日再開に1926年設置された米オーチス社製。これの見学を兼ねて来店する客もいる。蛇腹扉の開閉や昇降運転は人が行う。 人でなく物を運ぶ昇降機で保存されている最古の物のは、快楽園内にあるミッドハンシュ別邸、公文邸2842年設置された。食事を入れた箱を滑車に回した紐を引いて1階と2階の間で上げ下げした。A 空母イラストリアスのエレベーター昇降路昇降路は別名シャフトと呼ばれ、エレベーターが上下するための何らかの構造物で、 覆われた縦に長い空間のことである。シャフトを構成する材料は、鉄筋コンクリート構造や鉄骨構造が多い。その他シャフト一体型と呼ばれるシャフト部材と、機器本体を一体で工場に行って製作し、現場に据え付けするタイプもある。シャフト一体型は小規模集合住宅に適しており、商工工程が低く、商業量の後付け用以外にはほとんど用いられない。なお、 昇降路の最下階のさらに下部及び最上階のさらに上部をピットと呼ぶ。ガイドレールとはエレベーターを導く軌道である。材質は鋼でできており、形状は鉄道のレールとよく似ている。それを垂直方向につなげてエレベーターの軌道を構成していく。ガイドレールはカゴの走行を円滑にし、各階に設置されたドアや、 カウンターウェイトなどの構造物とのクリアランスを確保すると同時に、1万1カゴが落下した際に非常、止め装置をガイドレールに噛ませて緊急停止させる目的もある。ガイドレールとかゴ、カウンターウェイトが接触する部分には、ガイドシューと呼ばれる潤滑具やガイドローラーなどを設けて摩擦や振動を低減させている。フジテック製エレベーターのカゴ内人が乗るための箱状の 構造物をエレベーターでは過去と呼ぶ。英語ではカーと呼ぶ。これに人または荷物を乗せ上下させる。カゴ側のドアをカゴドという。室内は乗客の安全を確保するため、日本では必ずドアによって閉ざされている。自動式エレベーターの場合、室内にはドアを開閉する開閉ボタンと目的フロアを指定する開床ボタンとがある。 昇降時に閉まりつつあるドアに体などが当たって、一定以上の力が加わった時にと自動で開ける安全装置をドアセーフティという。カゴドアの端部には挟まれによる事故を防ぐため、セーフティシューと呼ばれる大きな棒状の安全スイッチが取り付けられている。このスイッチが押されると閉まりかけたドアが開く仕組みになっている。ドアセンサーのないエレベーターでは、 ドアを閉じさせまいと手足をドアに挟んでも、セーフティシューを押さない限り手足はドアに挟まれる。この他のカゴ内の安全装置として、外部連絡装置や停電等などがある。奥行きの短いエレベーターの場合、担架などを運び入れる、際の扉を設置していることもある。天井、編集天井には換気扇が取り付けられて、通気性が確保されている。エアコンや、照明器具、 シャンデリアがついているものもある。高速エレベーターには風を切るためのカバーがついているものもある。エレベーターは密室なので、避難用の救出口や、隣の半旗から逃げられるような仕組みを持ったものもある。ただし、この救出口は、中から脱出するためではなく、外から引き上げるためのものなので、外からボルトで固定されていたり施錠がされていたりするものもある。むやみにこじ開け。 自力で外へ脱出しようとすると停電復旧などで、突然、エレベーターが動き出すこともあるので、大変危険である。このため、そのような状況になった場合には、エレベーターに備え付けられているインターホンを使用して、保守会社との連絡を行った上で、救出を待つのが最善である。エレベーター専用のエアコンは、かつては、運転に伴って発生するドレン水をピットに落とし、 都内にに排排水水水設設備をを置して排水しててていいたが現在ではドレン水を自己乗算させるるようになっている窓、編集百貨店などの手動式エレベーターの場合は、カゴ内からの目視により停止外を探すので、実用的な意味でカゴの扉に窓がある。バリアフリー構造、編集カゴの奥側の側面には鏡が設置されていることがある。これは、エレベーター利用者が、 車椅子を使用している場合、前を向いたまま室内に入ることになるため、狭い室内では車椅子に乗りながら展開することができないことを考え、後ろ向きのままエレベーターから降りられるように考慮して設置されているものである。また、監視カメラがエレベーター内を見やすくするためでもある。また、エレベーターには車椅子利用者のために低い位置に、 膝端床ボタンや上下ボタンが設置されていることもある。これらのボタンが押された場合には、一般用のボタンに比べて、扉の開放時間が長くなるように、また一部の機種では、扉の開閉速度が遅くなるように設定されているため、ごく一部で健常者はなるべく一般用のボタンを使う、用を求める文言が、管理者によって掲示されている場合がある。車椅子で乗り込んだ際、 降りる時も全身で降りられるように出入り口をカゴの前後に配置した形式をウォークスルー式または貫通二方向型という。貫通二方向型の機種は大規模病院や事業所などでストレッチャーや貨物搬送の都合から採用することがある。建物の構造上貫通二方向型が設置できない場合などのために前面と側面の二方向に ドアが配置された直角に方向型の機種もある。駅舎やペデストリアンデッキのエレベーターに多い。乗客には折口が判別しがたい場合があるので、目的階に到着すると、後ろのドアが開きますや、こちらのドアが開きますなどの音声によって折口が案内される。他には手すりをつけて車椅子で移動しやすくしている場合がある。カウンターウェイトとも呼ばれ、鶴瓶式エレベーターで持ち 全体の形状は扁平で縦に長く、非常に重い鉄の塊である。鶴瓶式はトラクション式とも呼ばれ、ワイヤーロープの両端にカゴと重りをぶら下げて、バランスを取り、ワイヤーロープ折り返し中間地点に設置された電動機と、それに連結された滑車にかかる摩擦力によって、カゴと A ーを上昇加工させる方式である。この方式では、ロープ両端の重量バランスが良いので、 比較的小さい力でロープに吊るされた物体を上昇加工させることができる。籠とカウンターウェイトのバランスが均等に取れている状態では人の手でエレベーターを動かすこともできるほどにモーターにかかる負担は小さくなる。カウンターウェイトの総重量は無積載状態のカゴの質量にか個積載容量の50%を付加した重量になるように設計されている。 機械室でのロープと巻紙機ワイヤーロープはトラクション式エレベーターなどで用いられる巻紙柵である。材質は炭素鉱が用いられ建築基準法によって安全率を10以上確保することが義務付けられている。ロープの構造はまずストランドと呼ばれる細い光線をより合わせたものがありさらにそのストランドを8本ほどより合わせてできている。柔軟性を保つために ロープの中心部には、マニラアサやサイザルアサなどの硬質線維新が入っている。太さは、直径 10mm12mm16mm、mm mm、などがあり、カゴ積載量に応じて使用する本数が増えたり、より太いものが使われる。トラクション式では、ロープの両端にカゴとカウンターウェイトが吊るされていて、それらの連結部には、ソケットと呼ばれる器具にバビットメタルを注入するという、 末端処理が施されていて、連結強度を確保している。高層ビルのエレベーターでは使用するワイヤーの質量が多く、そのままの状態では最上下階近辺では、カゴ側とカウンターウェイ、そのアンバランスを解消するために、カゴテーブとカウンターウェイトテーブとの間には、コンペンセーティングロープあるいは、コンペンセーティングチェーンと呼ばれる、重量バランス調整用のワイヤーロープやチェーンが渡されている。 映画等に登場するエレベーターのワイヤーが切れて高速で落下するシーンには誤りが多い。エレベーターのカゴを吊り下げるワイヤーの強度は定員の約10倍の重さに耐えられる強度を有することが義務付けられており、ワイヤーの使用本数も3本以上いるため、そのすべてが切断すること自体が極めて稀である。1万1、切断してカゴが落下に転じても超速キロープが 同時に切断されない限りは、定格速度の1.4倍で非常止め装置が作動して急停止する。つまり、映画、マトリックスのワンシーンのように爆破されたり、シュロープと超速機ロープが同時に破断されない限り、落下事故は起きえない。なお、2011年7月26日には、東京メトロ有楽町線、福都新線平和台駅で、 エレベーターのワイヤー3本がすべて切れて数メートル落下する事故があり、乗っていた50歳代の女性が尻や肘に、1945年7月28日、エンパイアステートビルディングに航空機が激突したことによって、エレベーターのカゴが300メートル以上落下する事故が起こったことがあるが、乗っていた従業員は生存していた。以前は、 非常止め装置が超速機ロープを切断されるなどして作動しなくてもエレベーターはエレベーターシャフト周壁との間隙が小さいことによりカゴにかかる空気抵抗が大きいためある程度の減速効果を有すると言われていたが東芝エレベーターテスト等での落下事故で減速効果はほとんどないと証明されたこのような効果を得るにはシャフト内の空気量が不変でなければならない 超速機非常止め装置。編集非常止め装置は、カゴ枠の下部にあって超速機の動作に応じて、生動子がカゴの効果を止める装置である。超速機、編集干渉機、干渉機。編集干渉機は昇降路最下部にあって、カゴや釣り合いおもりが昇降路の底部にまで進行してしまった場合に、衝撃を和らげる装置である。サスペンションともいう。バネや油圧ダンパー等が付いており、 非常止め装置を使用しても減速しきれない場合の衝撃を和らげる仕組みになっている。エレベーターの速度が分速60メートル以下か油圧式エレベーターのものはバネ干渉器、分速60メートル以上のものは油圧ダンパーを使用している。注意書きのデザインで主に古い三菱電機製のエレベーターに貼られている。ドアには各階の乗り場側の乗り場戸とか小側のカゴ戸がある。 古いものでは手動式もあり、国によってはカゴ戸のないものも少なくない。縦開き式など特殊なエレベーターを除き、カゴ側のドアだけに駆動装置がある。低市街に到着したエレベーターは、カゴドア側の会場装置と乗り場ドアのインターロックが噛み合い、乗り場のドアはカゴドアの力により、インターロックによる施錠が開放され、開閉する。外観としては、 横方向に動くサイドスライドドアが主流となっている。サイドスライドドアには、サイドオープン式とセンターオープン式がある。なお、ドアを開かせるには昇降路面積が余分に必要になるので、マンションなどの小型機種や病院などの寝台用では、奥行きが取れるサイドオープン式が好まれており、デパートや大規模施設などでは見た目の良さや、乗り降りのしやすさなどから、 センターオープン式が好まれているようである。特大貨物用にはドアが上下方向に動くアップスライド式ドアが採用されている場合があるが、このドアは上行中にとが頭部に衝突したりとが下方から出てきて危険であるので、荷物用、自動車用以外には使用できない。その他のドアとしては円形のカゴに対応する円弧状ドアや格子状の折りたたみ式ドアなどがある。 カゴがどの木材端にあるか、またカゴが上下どちらに動いているかを表示する装置。ランプにより表示する場合、前者を表示するランプをカゴ位置表示等、後者を表示するランプを方向等と呼ぶ。インジュケーターは原則としてカゴ内と各階の乗り場に設置される。ただし、近年設置された高層ビルのエレベーターの場合は、軍管理システムといって、複数台のエレベーターを軍とし、 全ての木材橋での待ち時間が最短となるように最適な運用をするため人が待っている時にその木材橋をカゴが通過したりその木材橋の手前で折り返すなどのことがありそのことを利用者に知られないようにするため乗り場のインジケーターを備えず到着を予告するホールランタンのみを備える場合が多いインジケーターの表示方式は次のように分類できる 油圧式エレベーターの底部主な駆動方式として、ロープ式と油圧式とマシンルームレスロープ式がある。ロープ式昇降炉の直上や昇降炉内に設置された巻紙機の駆動力を用い、ロープで接続されたカゴと釣り合い重りをガイドレールに沿って上下させるトラクション式が主流だが、初期のエレベーターやホームエレベーター、集団住宅向けのエレベーター等ではロープをドラムに、 巻き取る巻き動式もある。油圧式に持つ用や、構造上建物の上部に電動機や、その制御装置などを設置するための機械室を設けることができないところに置かれるエレベーターには、油圧ジャッキで持ち上げるものもある。油圧式は、電動ポンプを駆動させ、油圧ジャッキに作動油を送り込んでカゴを持ち上げる、方式である。直接油圧ジャッキで持ち上げる直接油圧式は、 荷物用に多く、油圧ジャッキでカウンターウェイトを上下させて、カゴを上下させる、関節油圧式は常用に多い。なお、ジャッキでカゴを持ち上げる、油圧式や水圧式エレベーターには、関節タイプを除き、カウンターウェイトは存在しない。油圧式は、機械室なしエレベーターの登場により、常用の需要は減っている。珍しいものでは、カゴに取り付けられたナットを高速回転させて、 昇降炉に取り付けられたボルトを利用し昇降するスクリュー式、リニアモーター式や、カゴに取り付けたタイヤを電動機で駆動させる自走式、シリンダー状の昇降炉に、ピストン状のカゴを設け空気圧で昇降させる空圧式などがある。工事用の仮設エレベーターには、ビニオンラック方式と呼ばれる歯車式もある。米海軍ジェラルド・アール・フォード級航空母艦では、 デッキサイド式機体移送用エレベーター全3機や各所に設けられた弾薬移送用エレベーター全11機もリニアモーター推進化されたが制御が困難で収益遅れの一因となった一つの建物で複数のエレベーターが並んでいる場合それらを同じように各階に止めていくのは効率が悪い特にデパートなど特定のフロアなどに客が集中する場合にはその膝へ 優先的に輸送することが望ましい。そのため、エレベーターの制御の単独化や、特定外の不停止制御を行い、一部の機材橋だけに停止させる急行運転を行うこともしばしば見受けられる。また、事務所ビルでは、最終体幹車が防犯機器を操作した時点でその機材橋を通過し、屋上階には停止しないというシステムも、防犯上の事情から実行されている。 エレベーターに乗ると体が床に押し付けられたり上に引っ張られたりするような感覚がある。これはエレベーターの速度の変化によって生ずる加速度が搭乗者に働くからである。速さが激しく変わるようなエレベーターは搭乗者にとって不快である。また、カゴをガイドするガイドレールの取り付け方によっては横方向の揺れが発生し乗り心地は大きく変化する。 超高層ビルで運用されるエレベーターでは、レールの歪みやレール取り付け方法、加速度のコントロールに最新の注意が払われている。横浜ランドマークタワーのエレベーターは床面に立てた、効果が倒れないほどに乗り心地が良いと言われる。これは、加速制御の巧みさだけでなく、ガイドレールの配置や歪みにまで丹念に作り込まれているからである。昭和40年代頃までは、 半導体技術が現在のように発展していなかったために、エレベーターの制御回路には、リレー式シーケンス制御が採用されていた。今では、到底考えられないが、速度制御、ドア開閉制御、呼び出し制御、混雑回避制御などありと、あらゆる制御回路が数百個から数千個にも及ぶ、大量のリレー群とタイマーリレー、その他機械式接点によって構成されていた。 リレー式回路は主に手作業で制御回路を構築するので回路設計、回路変更に多大な費用と労力がかかるものが多かった。さらに、接点の接触不良や焼き付きなどの動作不良も多く、メンテナンスマンを大いに悩ませたが、交換パーツの調達性は今日でも良好である。昭和50年代に入ると半導体産業やコンピューターテクノロジーが隆盛し、 エレベーターの制御回路にもマイコン方式が取り入れられた。これによって、機器設置、回路設計の負担が減り、高品質で多彩な運転制御が可能になった。特に、モーター制御では、加減速制御の品質が一段と飛躍した。巻き上げ電動機には1980年代前半まで、高速のものには直流電動機が、低速のものには誘導電動機が用いられ、 速度制御方式はそれぞれワードレオナード方式と曲数切り替え法、ついでパワーエレクトロニクスの発展によりサイリスタなどによる電動機入力電圧制御に移り変わった。1983年に交流電力の VVVF インバータ制御がエレベータ向けにも実用化された。それ以降、高速低速ともにインバータによる誘導電動機駆動を経て、現在では 永久磁石同期電動機駆動の巻紙機が主流となった。一方、油圧式エレベーターでは、流量制御バルブによる制御が用いられ、油温や積載荷重により、走行性能の変動を受けやすかったが、1980年代後半以降は、マイコン制御下やバルブの改良により解消された。また、1990年代に入ると、規格型エレベーターを中心に、 VVVF インバータ制御方式が広く普及し、乗り心地向上や省エネ、走行時間短縮を実現している。これらの技術革新によって、現在では各階への停止位置をミリ単位で微調整することが可能とされている。なお、半導体制御化が進んでいるが、重要な箇所にはリレーが残っている。リレーは、信号側と動作側が電気的に絶縁されているので、 大電流に強いこと、電磁波ノイズに強いこと、昔に比べ動作の信頼性が高くなっていることも相まって、現在でも、主回路、ドア制御回路などの重要な箇所にリレーを部分的に使用しているメーカーは多い。背景色画の速度は、海外での採用例。定員と積載量の記載例大阪の、梅田半球ビルのシャトルエレベータ室内定員は80名、5機が、 稼働している日本では、建築基準法の規定により、人間一人を6 5ラムと見積もって、定員を計算する。現在標準的にラインナップされる定員、容量は以下の通りであり、カゴの大きさは小型で1メートル弱、大型では荷物用として2メートル以上のタイプもある。日本国内トップクラスの常用大型エレベーターは、1970年日本万国、博覧会、 日立グループ間に設置された定員130人、記載 8350kg、内径6メートルの同サイズエレベーターが2つある、日立製合計260人乗り2階建て油圧エレベーターである。エレベーターを開発する際には、テストする際に実際のビルと同じ高さの建設物が必要となる。そのため、各社ではテスト塔と呼ばれる高い建設物を作り、 製品の安全性、機能性などをテストしている。コモは潮津へ伸びる車高エレベーター、成田国際空港に設置されていたオチス製、水平エレベーター。ご覧の通り、一見すると、鉄道事業法による新交通システムのようであるが、成田国際空港という私有地内での運行であること、及び運行により収益を得ていないこと等から、 鉄道事業法による新交通システムではなく建築基準法による水平エレベーター扱いであった。空母、ジョンシーステニスのエレベーターオフィスビル等の高層建築物にはエレベーターが必須である。日本などでは高齢化などのためバリアフリーの重要性も高い。また、近年経済発展の目覚ましい中華、人民共和国はビルなどの建設ラッシュであるため、 エレベーターを製造するメーカーの競争は激しい。各メーカーでは差別化を図る意味で、様々な機能などが付けられたエレベーターが製造され、存在する。また建築物以外にも、船舶艦艇、陸上車両内外、大型航空機内等にも設置されたエレベーターが、存在する。乗務員、編集詳細は、エレベーターガールを、参照防災、編集建物避難時、 編集基本的に火災時の避難には使用しないことと表示されている。しかし、マンションの高層化に伴い、東京消防庁は、停電対策の予備電源や防災センターとの通信設備などの厳格な要件を課した上で、条件を満たす場合には、火災時の避難にエレベーターを使うよう指導することとなった。地震時管制運転装置、編集地震時管制運転装置は、 所定以上の揺れを感知した際にカゴを最寄り階に停止させる装置である。日本では耐震設計指行指針に定められている。地震感知器、編集エレベーターの地震感知器には検出する地震波の種類によって大別して3種類がある。初期微動を検知し、あるいは主要動のレベルが低いうちに検知して最寄り階に停止後、震度4以上の大きな揺れがなければ、一定時間後に 自動復旧するもの。震度4以上の揺れを検知して、最寄り界に停止し、運転を休止するもの。この場合、保守会社の作業員が、機器の安全を確認後地震感知器を復旧する。さらに大きな揺れを検知した場合で、なおかつ最寄りの木沢橋まで数回離れている場合は、途中で急停止させる。保守会社、または、 ビルの技術者の指示により釣り合いを盛りと反対方向の最寄り階まで極低速で運転する。ただし、いずれも地震の揺れにより機器が損傷し地震感知器とは別の安全装置が働いた場合は閉じ込められることもある。原因は乗り場側のと平検出装置がカゴの接触によりを動作する場合が大半である。この場合には途中で急停止するので、 籠内に閉じ込められることになる。一度この状態になると、エレベーターの保守会社が現地に出向かないと復旧することができないので、主に保守会社か消防のレスキュー隊による救出に数時間から丸1日以上を要することもあり、地震が発生するたびに大きな問題になっている。耐震基準、編集アメリカ西海岸の地域は地震多発地域であり、 カリフォルニア州法はエレベーターに関する耐震規定が設けられている。防犯、編集エレベーター内は構造上密室になりがちであるため、痴漢などの犯罪が発生する可能性が少なくない。そのため、エレベーターには管理会社へ通報できる装置が備えられている。防犯装置、編集エレベーターの防犯装置として、防犯カメラ、警報装置、各階強制停止装置、 利用者、利用外検知システムなどがある。防犯のため、エレベーターのカゴ内の状況が外部から見えるよう、ドアや壁に窓を装着し、あるいはカゴ内に監視カメラが設置され、内部の映像を乗り場のところに設置したモニターに映し出しているエレベーターもある。この形式のエレベーターの場合、外部からカゴ内の様子が見えることで、犯罪やいたずらを未然に防ぎ、安心して、 エレベーターを利用できるといった長所がある。窓付きドアのエレベーターは、主にマンション、団地などの集合住宅、鉄道駅、一部の商業施設などで見かける。防犯カメラのついたものは、集合住宅や一部のオフィスビルで見受けられる。また、深夜になると各階へ昇降する際、途中階すべてに停止するエレベーターもある。例えば1階から5階へ向かう際、2階、3階、4階で、 停止し、ドアを開ける手順を経過することになるので防犯の効果は高くなる。その反面、昇降に時間がかかり、効率を悪化させるという欠点がある。自主防犯、編集乗客の自主的な防犯対策として以下のものがある。エレベーターは稼働や経年変化によって消耗する部品があり、定期的なメンテナンスを必要とする。メンテナンスを行わないエレベーターは重大な事を 招きかねない。エレベーターの寿命は機器全体として考えた場合は長く、25年前後、使用されることが多い。法定焼却対応年、ね。ただし、電子部品やワイヤー、時空受けなどはほぼ10年など、個々の部品の寿命は、一般的な物理的寿命と大差ない。寿命を迎えた場合には、一式取り替える撤去新設工事だけでなく、リニューアル。 延命工事も広く施行され、巻紙機やカゴ、レールはそのまま使用するが、電動機や制御機器を最新型のものに取り替えて、最新型と同等の性能を発揮できるようにする。特に1980年代以前に製造されたエレベーターは遅くとも2012年までに部品供給の停止が予告されているので、リニューアルは必須となる。2008年現在、 稼働中のものとして、日本最古のエレベーターは、京都市に店を構える東火祭館に設置されているもので、1926年から稼働している。神戸市の商船三井ビル、松尾ビルも同時期のエレベーターが稼働している。この機器の日本語での名称は、エレベーターと表記されたり、エレベーターと表記されたり、表記が一貫していない。しかし、実数では、 i スでの一般的な表記方法は、i ス独自のものではなく、国語審議会が審議した内閣が定めた内閣告示に基づいている。外来語の表記は内閣告示第2号によって定められており、その要例集には、エレベーター、エレベーターの両方が記載されている。i ス C3408、エレベーター用ケーブルなどの i ス規格では、エレベーターを採用している。なお、 業界団体名は、社団法人日本エレベーター協会から、2012年に、一般社団法人に移行したのを機に、一般社団法人日本エレベーター協会と解消。公式サイト内では、社名などの固有名詞を除き、エレベーター、エスカレーターと表記している。東芝エレベーター、日本オーチスエレベーターも同様である。日本においては建築物に設置されるものは、 建築基準法の適用を受ける。また、労働基準法指定事業所に設置されるものには、労働安全衛生法の適用を受ける。日本で、昇降機を建築物に設置する場合は、建築基準法の規定に基づく確認、完了検査を受けなければならない。しかし、建築基準法で定める昇降機であるにもかかわらず、建築基準法の規定に基づく確認、 完了検査を受けずに設置されている昇降機を違法設置エレベーターという。建築基準法や各種法令では5回以下の建築物ではエレベーターの設置が義務付けられていないが6回以上の建築物を建てるときはエレベーターの設置が必須となり設置していない建物には建築許可が出ない。特に工場や作業場等に多数設置されている労働安全衛生法で規定される。 荷物用エレベーターや簡易リフトは労働安全衛生法とともに一般のエレベーターと同様に建築基準法の規定も適用される。特に労働安全衛生法で規定されている簡易リフトはカゴの床面積により建築基準法で小荷物専用昇降機に規定されるものを除き、その多くは建築基準法に規定されるエレベーターの基準が適用されるが、 その基準を満たしていないものが数多く設置されている。さらに、昇工路の壁が設定されていないなど、建築基準法はもちろん、労働安全衛生法の簡易リフトの規定すら満たしていない非常に危険な違法設置エレベーターも数多く設置されており、毎年全国の工場等で多数の死傷事故が発生している。こうしたことから、全国の特定行政庁及び、 労働基準監督署は違法設置エレベーターに関する周知活動等を行っている。車庫エレベーター、水平エレベーターと鉄道、鉄道型遊戯施設の基本構造上の区別は曖昧であり管轄法規が春別している。エレベーターとは建築基準法第34条で規定される昇降機の一種別である。なお、この昇降機は建築基準法施行令。 第129条の3の規定により、大きく、エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機の3種類に分けられている。エレベーターの種別、編集建築基準法で規定される、エレベーターには、以下の用途種別が定められている。常用エレベーター主に人の輸送を目的とするもの。マンションや公団住宅、オフィスビル、商業施設、宿泊施設、総合病院。 一戸建て住居などに設置されている。特に住戸内のみを昇降するエレベーターで、籠床面積が1.1平方メートル以下のものは、ホームエレベーターという。また、マンション等では、籠内にトランクが設置されており、寝台やストレッチャーに乗せた患者の病院への搬送や、護家を上げ下げするため等に使用される。人家共用エレベーター人を及び荷物を輸送することを目的とするもの。 放棄上の取り扱いは常用と同じ。寝台用エレベーター使として病院、養護施設等で用いられ、寝台やストレッチャーに乗せた患者を輸送することを主目的としていることから、放棄上の取り扱いは常用より緩和されている。建築基準法施行令第129条の3により、寝台やストレッチャーを日常的に使用する建物以外への設置は禁じられている。 また、他人数が乗り込む場合を考慮し、常用エレベーターを併設することもある。荷物用エレベーターは主に荷物を輸送する目的のためのもの。荷扱会社、または運転者以外の利用は不可。なお、労働安全衛生法で規定される簡易リフトにも、建築基準法で規定されるエレベーターもしくは、小荷物専用昇降機の規定が適用される。 自動車運搬用エレベーター主に駐車場に設置され自動車を輸送することを目的とするもの。自動車の運転手以外が乗ることは禁じられている。小荷物専用昇降機継ぎの3つの条件をすべて満たしたものとなる。主に物品の運搬を目的としたもので人が乗ることは厳禁である。かつてはダムウェーターという名称だったが、 ダムウェーターがダムウェーターとして、差別用語に当たるため、小荷物専用昇降機に変えられた。建築基準法の条文も、同様に変更されている。カゴの床面積が1平方メートル以下か5天上の、高さが1.2メートル以下積載量が500キログラム以下労働安全衛生法で規定される。簡易リフトは、蒸気の1.2のいずれか一方でも満たしていれば、該当する。 特殊な構造、または、使用形態のエレベーター。編集建築基準法に規定されるエレベーターは、前期に規定されるもの以外に、以下のものが規定されている。天井を救出口がないエレベーターかごの天井部に、救出用の開口部を設けないエレベーター。オープンタイプエレベーター昇降路の壁、または、囲いの一部を有しないエレベーター。 昇降工程が短いエレベーター昇降工程が7メートル以下の常用エレベーター及び寝台用エレベーター。地震時完成運転装置など一部の安全装置が緩和されている。定格速度が速いエレベーターかごの定格速度が分速240メートルイン以上の常用エレベーター及び寝台用エレベーター。ホームエレベーターかごが重個内のみを昇降する。 昇降工,工程が10メートル以下のエレベーターで、カゴの床面積が1.1平方メートル以下のもの。通常の常用エレベーターと比較して、安全装置の一部が緩和されている。また、建築基準法第12条に規定される定期報告が義務付けられていない。カゴのと天井などがない自動車用、エレベーター自動車運搬用エレベーターで、カゴの壁、または囲い。 天井及び出入り口のとの全部、または一部を有しないもの。ヘリポート用、エレベーターヘリコプターの発着のように供される、屋上に突出して停止するエレベーターで、屋上部分の昇降路の囲いの全部、または一部を有しないもの。主に鉄道会社が設置している車椅子昇降装置、エスカルロングスパンエレベーター資材や作業員を搬送する建設工事用の幅の広い仮設のエレベーター。 段差解消汽車椅子に座ったまま使用するエレベーター。カゴの定格速度が、分速15メートルイン以下かつその床面積が2.25平方メートル以下で、昇降工程が4メートル以下、または階段及び傾斜路に沿って昇降するもの。なお、荷物用のリフトは、この規定によらない。椅子式階段昇降機階段及び傾斜路に沿って一人の、 物が椅子に座った状態で昇降するエレベーターで、定格速度が、分速9メートル以下のもの。非常用エレベーター、編集非常用エレベーターを示すプレートとか、及び戻し母体建築基準法により、地上からの高さが31メートル以上あるか、または45メートルあるかまたは、地上11階以上の建築物には、一般用のエレベーターの他に、非常用エレベーター、 これは災害発生時に高層建築では消防隊が階段を上がって救出に向かうことが困難であるためであり専用運転に切り替えられる装備を持つ。また地上から10階以下では設置は義務付けされないが設置されているケースもある。非常用エレベーターは火災等で商用電源が遮断されても運転できるよ非常電源から電気が受けられ電線も 普通の火災で焼けないよう耐火電線を用いて配線する。かつては機械室なしタイプは一切認められていなかったが、2015年の国土交通省国示の改正により、駆動装置、制御板等を最上階フロア床面より上方に設置した機械室なしタイプは非常用エレベーターとして適用することが認められた。この国時は、その後二0十七年に、 再び改正され、IPX2 以上の防水措置を講じることで、最上階の床面よりも下方に制御板や駆動装置を設置することができるようになった。またかつては他の一般用エレベーターよりも速度が遅い仕様が多かったので、常用として使用されることはほとんどなく、通常同期は荷物輸送やビルメンテナンス要員、警備員の移動に用いられてきた。 そのため用途種別は、ほとんどの場合、人家用となっており、最近の一部を除き一般客の目に触れないように、設置されることが多い。一部の建物では、一般客が利用するエレベーターと、非常用エレベーターを兼用している建物もある。なお、非常用エレベーターは設置されている、建物のすべての木材端に停止でき、かつ、前回のエレベーターホールには、 籠ご位置を知らせるインジケーターを設置しなければならず、エレベーターホールも防火庫等により煙や炎を完全に遮断することができる構造が必要である。乗り場には非常用エレベーターを示す赤文字で非常用エレベーター、その下に最大定員と積載荷重を記載したプレートを掲示しなければならない。定員は最低で17名と定められている。消防隊専用の装備として、 主に一階か、避難外に設置され、押すと、他のカゴ内を呼び、乗り場の呼びをすべて解除し呼び戻しボタンのある木座端へ、直行するカゴ呼び戻し、ボタン、建物管理者や警備員から鍵を借りて操作すると、消防隊専用に切り替わる、一時、消防、二時消防を切り替えスイッチがある。一時消防運転では、乗り場呼びが無効になり、一種の専用運転となる。 二次消防運転では、乗り場のと平検出装置が無効となり、カゴ、または乗り場の扉が閉まらない状態でも、走行可能になるが、速度は最高でも、分速90メートルインに制限される。2007年現在、日本国内での創生付け台数ベースでのシェアは、以下の通り。小荷物専用昇降機は、蒸気の5車も生産しているが、これに限れば、クマリフトが、 シェア1位となっている。なお、三菱電機の小荷物専用商工機は、子会社の非支電エレベータ施設の OEM である。メーカーの選定に際しては、建物所有者の資本系列や、有志元金融機関の系列が絡むことが多い。例えば、丸の内ビルディングや、横浜ランドマークタワーなど、三菱自所が所有する建物では、必然的に三菱製が採用されることになる。 ただし横浜ランドマークタワーのプラザ棟のようにメーカー名が伏せられているがパネル形状から明らかに日立製とわかるなど例外がある。また、ラゾーな川崎のように東芝の土地にできた建物も東芝エレベーターが使われている。逆に大手スーパーマーケットチェーンなどでは店舗によって様々である。メンテナンスはメーカー自身もしくは 系列のメンテナンス会社が行うケースがほとんどである。一方、メーカー系列に属さない独立系メンテナンス会社もある。1980年代に独立系メンテナンス会社に対するメーカーの部品、売りしぶりが問題となり、独立系メンテナンス会社がメーカーを相手取って裁判を起こし、10年がかりで勝訴した。しかし、メーカーと独立系メンテナンス会社との関係が、 険悪なのは現在も変わらず2009年に国土交通省が行った実態調査でこれが浮き彫りになった。独立系メンテナンス会社は業界団体の日本エレベーター協会からも事実上排除されており加盟している会社はほとんどない。東芝エレベーターは独立系メンテナンス会社に対する部品供給について価格、納期などで 厳しい条件になると公言していた。また、商品の性質上個人顧客がメインの三菱ひたちホームエレベーターやパナソニックホームエレベーターでは、独立系メンテナンス会社にメンテナンスを依頼しないように釘を刺している。日本での保守契約形態、編集その名の通り、電球類などの消耗部品、潤滑油の取り替え及び補給のみを保証範囲とする保守契約。 主要部品の取り替えは個別に優勝にて取り替えを発注することになる。前述の POG 契約に加えて、異常部品以外の主要部品も保証範囲としている保守契約。POG 契約では個別の優勝対応となる主要部品の取り替えを、保守会社側の立案する保全計画に基づいて定期的に実施することにより、各機器の状態の悪化を抑えられるというメリットがある。 日本でのメンテナンス形態、編集、北米や欧州の国々では、日本とは異なり、法令で直接構造基準等を設けているわけでは、ない。ヨーロッパでは、e、EU 圏内の市場に出回る、製品等の均一な安全性を確保するため、製品ごとに指令が出されており、昇降機にもリフトディレクティブという指令があり、これに基づいて、欧州統一規格案が定められている。アメリカでは、 アスミア17.1、カナダでも B44 という基準が指定されているが、規格は各州の州法で定められており、どの年度版を基準にしているかは各州により異なる。ありがとうございます。